はただ暗記するだけでは画竜点睛を書くことになります。公式が導き出された過程も含めて確実に理解するようにしましょう。完全版四字熟語辞典を購入したくて、つい軽率な行動に出てしまいました。わかりました。それじゃあさようなら。またね。はーい。ではお疲れ様でした。さようなら。わかりました。ほんならな、先生。わかった。グッバイ。 See you again ね、先生。 Yes。では、お疲れ様でした。はい。おお、ミーは大感激ね。この花くわえて踊りたくなっちゃうよ。最近期待に応えてくれる馬が少ないな。交番狂わせが続くと商売上がったりやな。よし、乗った。おお、始まった。あら、先生の凍った馬いきなり落馬や。残念やったな。珍しいところで会うもんやな。
わかった。はい、先生も遊んでますか？遊びに行くなら付き合いますよ。Yes。ご苦労様です。いつもいつも大変ですわね。はい。先生、珍しいところで会うもんやな。わかった。知りませんわ。体の調子が狂ってしまうよ。グーッ！グーッ！先生もグーッ！あっちで手を振ってるの彼女でしょ？わかりました。ほんならな、先生。わかった。Goodbye! See you again ね、先生。Yes! ね、先生。Yes。それじゃあさようなら。またね。はーい。私こそ。世界に君臨する女王となってみせますわ。私は一体何をしていたのでしょう。Thank you.
さようなら。わかりました。ほんならな、先生。わかった。では、お疲れ様でした。はい。さようなら。わかりました。それじゃあ、さようなら。またね。はーい。私にこれを？どうして？ありがとうございます。くださったのですね、先生。わかりました。ほんならな、先生。わかった。グッバイ。 See you again ね、先生。Yes! それじゃあ、さようなら。またね。はーい。おー！ミーの前にひざまずきなさい。Oh, joke this. Me がごめんなさいです。Thank you.
作る人と生活を共にするのは当然のことだと思います。私と彼は一蓮托生、別れる苦しみを味わうくらいなら死ぬ方がマシです。何を唐突に意味不明なことをおっしゃるんですか。理解不能です。先生、わかった。それじゃあさようなら、またね。はーい。さようなら。わかりました。ほんならな、先生。わかった。では、お疲れ様でした。はい。いけばなは苦手やけど、花をもらうのは悪い気専門やな。まあ、こんなところかしら。よっしゃ、終わった終わった。おー、ワンダフル。今日の授業楽しかったね。頭良くなっちゃったみたい。素晴らしい授業、ありがとうございました。さようなら。わかりました。ほんならな、先生。
わかった。それじゃあさようなら。またね。はーい。では、お疲れ様でした。ならな、先生。わかった。Goodbye! See you again ね、先生。Yes!今日よく当たる占いで素敵な出会いがあるって出ていましたの。先生に会えたから当たっていますわ。もちろんですわ。うわーすごい。ゆりか、こんなに綺麗な花束もらったの初めて。ありがとう、先生。まあ、こんなところかしら。よっしゃ、終わった終わった。さーて、遊ぶね。頭良くなっちゃったみたい。来週もよろしくお願いいたします。先生の授業はとても理解しやすくて、いつも楽しみです。今度、個人教授をお願いしたいんですが、ご都合はいかがでしょうか。わかりました。ほんならな、先生。わかった。Goodbye! See you again ね、先生。Yes! 今日よく当たる占いで素敵な出会いがあるって出ていましたの。先生に会えたから当たっていますわ。もちろんですわ。先生の授業はとても理解しやすくて、いつも楽しみです。今度、個人教授をお願いしたいんですが、ご都合はいかがでしょうか。わかりました。ほんならな、先生。わかった。Again, ね、先生。Yes!
ち生け花は苦手やけど花をもらうのは悪い気せんもんやな。まあこんなところかしら。よっしゃ終わった終わった。さーて遊ぶね。頭良くなっちゃったみたい。来週もよろしくお願いいたします。珍しいところで会うもんやな。わかった。今日よく当たる占いで素敵な出会いがあるって出ていましたの。先生に会えたから当たっていますわ。もちろんですわ。遊んでますか？遊びに行くなら付き合いますよ。 Yes! よく当たる占いで素敵な出会いがあるって出ていましたの。先生に会えたから当たっていますわ。もちろんですわ。猫になりましたのよ。神秘の瞳と不思議な力であなたを虜にしてあげる。皆さんそうおっしゃってくださいますわ。これが私の天職みたい。ここはゴハットの秘密カジノや。賭けのレートは波やない。面白半分の素人さんはやけどせえへんうちに退散した方が身のためやで。無一文やって先生。身ぐるみ剥がされて言うセリフちゃうで。みっともないからとっとと帰んなはれ。Thank you.
まあこんなところかしら。よっしゃ、終わった終わった。さーて遊ぶね。じゃ先生バイバイ。素晴らしい授業ありがとうございました。先生、わかった。先生の授業はとても理解しやすくて、いつも楽しみです。今度、個人教授をお願いしたいんですが、ご都合はいかがでしょうか。わかりました。Goodbye! See you again, ne, sensei! Yes! それじゃあ、さようなら! またね! はーい! うち、生け花は苦手やけど、花をもらうのは悪い気せんもんやな。まあこんなところかしら。よっしゃ、終わった終わった。 Oh, wonderful! 今日の授業楽しかったね。じゃ先生バイバイ。来週もよろしくお願いいたします。先生の授業はとても理解しやすくて、いつも楽しみです。今度、個人教授をお願いしたいんですが、ご都合はいかがでしょうか。わかりました。先生、珍しいところで会うもんやな。わかった。遊んでますか？遊びに行くなら付き合いますよ。 Yes! よく当たる占いで素敵な出会いがあるって出ていましたの。先生に会えたから当たっていますわ。もちろんですわ。
まあこんなところかしら。よっしゃ、終わった終わった。さーて遊ぶね。じゃ先生バイバイ。来週もよろしくお願いいたします。よく当たる占いで素敵な出会いがあるって出ていましたの。先生に会えたから当たっていますわ。もちろんですわ。先生の授業はとても理解しやすくていつも楽しみです。今度個人教授をお願いしたいんですが、ご都合はいかがでしょうか。わかりました。ほんならな、先生。わかった。今日よく当たる占いで素敵な出会いがあるって出ていましたの。先生に会えたから当たっていますわ。もちろんですわ。教師の言うことなんか聞かないもん。え、そうですか。じゃあゆりか気取るのやめます。